デーゴヒメコバチはヒメコバチ科の蜂の一種。デーゴの葉にできたデーゴヒメコバチの虫ブ2004年にシンガポールで発見された。タイプ標本はシンガポールで長ハデーゴ上で発見されたメスである。その他のタイプ標本はモーリシャスやレイユニオンから採集されている。デーゴ族、エリスライナ植物に寄生する。ヒメコバチ科の昆虫は世界中に 約3900種分布しているが、そのほとんどは他の昆虫類に寄生する。デーゴヒメコバチが属するクワドラスティカス属も同様にタマバイカ、ハモグリバイカ、ミバイカ、タマバチカ、タマムシカ、ゾウムシカなど多種多様な昆虫類に寄生するが、デーゴヒメコバチは現在確認されている中ではこの属で唯一、自身で植物に寄生し虫コブを形成するヒメコバチである。 本来の分布地はどこであるかはまだ知られていないが、アフリカ南部のデーゴル以上で同様の虫コブが確認されていることや、この種に特異的に寄生する寄生蜂がアフリカで採集されていることなどからアフリカであると考えられている。日本、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、台湾、中国、インド、サモア、モーリシャス、フランス、アメリカ合衆国などの世界各国の熱帯。 亜熱帯地域に侵入し、デーゴ属植物に被害を与えている。体長は、オスで1.0から1.15ミ、mm、リメートル、メスで1.45から1.6ミ、mm、リメートル。メスはほぼ全身が脳褐色で、目を除く、頭部、胸部などが黄色。オスは、メスの脳褐色の部分がより淡く、特にメスの黄色の部分は白色から淡い黄色をしている。性皮は、 オス対メスが7対1程度である。デイゴヒメコバチが浮かし、デイゴから脱出した後に残る穴デイゴヒメコバチのメスは、浮かついた地目ですでに約60個の卵を保有しており、生涯では約320個の卵を保有し、デイゴ族の若い早期に卵を産卵する。孵化した幼虫は虫コブを形成し、その中で成長し、約20日で成虫となる。 多数のデイゴヒメコバチに寄生された機種は早いだの、成長が遅くなり、場合によっては、腰に至る。成虫の寿命は3から10日である。発見されて以降、世界中の熱帯、亜熱帯地域において移入が確認され、デイゴ属植物に深刻な被害を与えている。2004年に行われたデイゴ類に発生するメーガ類の調査時には、 デーゴヒメコバチの被害は確認されなかった。しかし、2005年5月に沖縄県石垣島でデーゴに多数の虫コブが確認された。その後、沖縄本島などでも同様の症状が確認され、これらの虫コブの解剖や飼育を行った結果、これらの虫コブからデーゴヒメコバチが発生するのが確認された。石垣島や沖縄本島以外でも、 これに続いた調査で、ハてるマ島、入りお島、宮古島、久米島、竹富島などでデイゴヒメコバチが確認され、2006年には、前年には確認されなかった鹿児島県天見大島、徳之島で確認された。徳之島では、街路樹として使われている、アメリカデイゴでもデイゴヒメコバチの規制が確認され、同様に街路樹として使用している。 鹿児島県の本土や宮崎県などにおいても、移入による被害が懸念されている。沖縄県那覇市や石垣市などで、樹木に注入することで害虫の発生を抑える農薬アトラック液剤を使用した防除が試みられている。第ゴ類にアトラック液剤を使用すると、第メ姫バ鉢の産卵は、防ぐことはできないが孵化した幼虫を駆除し、予防的な効果を発し、 デイゴ類への新しい虫コブの発生が最小限に抑えられる。しかし、このような樹木注入薬は薬剤一本につき2000円前後かかるとされ、一本のデイゴ類のなりきに対して十数本使用することから多大な費用がかかり、格闘内での全デイゴ類への対処には至っていない。一方で薬剤の注入が完了したデイゴ類では、 薬剤未注入のデーゴ類よりも高い開花率となっており、効果が現れている。2005年4月にハワイ州オアフ島で、2006年10月にフロリダ州で侵入が確認された。ハワイ州では2005年4月にオアフ島のデーゴで確認され、7月にはハワイ島、カウアイ島、マウイ島で、8月にはモロカイ島、10月にはカホーラウェージまで確認された。 ハワイには固有種であるハワイデーゴが分布しており影響が懸念されている。一方でハワイ州農務局やハワイ大学熱帯農業人的資源学が2005年から2007年にかけてアフリカで調査を行い天敵となると思われるカタビ鉢コバチの一種ユリトマエリスリニーを採集した。試験の結果 E エリスリニーはデーゴヒメコバチに特異的に寄生し、 他の昆虫種や植物には影響が見られなかったため2008年11月に自然界に放たれ、生物的防除が試みられている。2009年にはヒメコバチカの一種エイプロストシータスナイトンズを用いた防除試験も開始されている。北アメリカ大陸で確認されたのはフロリダ州が最初であり2006年10月に州南部マイアミデイド郡にある マイアミ動物園のデイゴで確認された。その後、アメリカデイゴハワイデイゴデイゴ族の一種に寄生しているのが確認され、さらに何種のデイゴ族に被害を与えているのか、明確になっていない。ありがとうございます。